アルゼンチン代表のエミリアーノ・マルティネスは PK 戦の末に勝利したエクアドル代表戦後にコメントした4日に行われたコパ・アメリカ準々決勝でアルゼンチンはエクアドルと対戦35分にリサンドロ・マルティネスのゴールで先制したアルゼンチンだが後半アディショナルタイムに失点して同点に試合は PK 戦までもつれ込むと アルゼンチン守護神マルティネスが2つのセーブを見せてチームを勝利に導いた。ワールドカップでも PK 戦で大活躍して優勝に貢献し、今回のコパ・アメリカでも PK 戦のヒーローになったマルティネスは、試合後にこのようなパフォーマンスを可能にするためにすべてのトレーニングセッションで500回はダイブしている、と話し、コメントを続けた。このために取り組んでいるし。 この代表チームに全てを捧げるために僕は常に最高のレベルであろうとしている。誇りを感じているし、結果に満足している。みんなにまだ帰る準備はできていないと言っていた。僕たちは世界王者であり、コパアメリカ覇者だけど、このグループは今大会でも戦い続けるのにふさわしいチームだ。僕たちはここに35日間いるし、このために戦っている。 次のラウンドに進めたことに僕はとても満足している。彼ら、エクアドル、は最高の試合をしていたし、とてもフィジカルだった。彼らがコパ・アメリカの最もタフなライバルの一つであると分かっていた。また、首相リオネル・メッシはマルティネスについて、デーブ・マルティネスはこのような舞台を気に入っていて、いつも最高の選手になると知っている。彼はゴールに立っているときに最高で、 相相手手にとって難しい相手だ試合が PK 戦までもつれ込んだ時「僕たちにはアドバンテージがあるから僕たちはラッキーだ」と守護神を称えた。